ははいこんにちはインンテリアコーーーーディネーターサロンのポールことです今回回は第2回の一問一答をやっていいこうと思いますすでにもう1回やっているのですがまだご覧になっていない方は、えー、下記のですね概要欄にリンクを貼っていますのでよければ第1回からご覧くださいそして音声だけだと、まあ、なかなか理解しにくい部分もあると思いますので今回の出題スライドはですねどなたでもダウンロードができるようにしておきますので こちらも必要な方は概要欄よりワンクリックでダウンロードそしてスマホやパソコンなどに保存してご利用くださいそれでは早速スタートしていきましょうクエスチョン1不動産業界などでは既存のオフィスを住宅に用途変更する仕事もありこの用途変更のことをクエスチョンと呼ぶ以下よりクエスチョンに入る語句を選びなさい1 バーター。二、コンバージョン。三、リライト。正解は2番のコンバージョンです。ちなみにバーターとは物ブ々ツブツ交換のことですね。リライトは、え、記事を書き直すとか、そういうことですね。はい、それでは次行きましょう。クエスチョン2、デザイナーズチェアに関して。 フィンランド出身アメリカの建築家でもあるエーロ・サーリネンの代表作は以下のうちどれか1エッッグチチチチェェェアアアアントチェア3チューリップチェア正解は3のチューリップチェアですちなみにエッグチェアアントチェアはアルネアコブセンの作品となりますクエスチョン3 近世ルネサンス期についてルネサンス期の代表的な家具ではないものを下記の中から1つ選びなさい 1. カクトワールルコモード 3. スガベルロ正解は2のコモードになりますコモードは17世紀頃の 類応長期に作られたと言われております。クエスチョン4人間の心理行動特性について個人的な関連のない人同士の間で取られる距離で互いに普通の声で話せる距離を何というか1社会距離2個体距離3公衆距離 正解は一の社会距離となりますこちらは密接距離個体距離社会距離公衆距離と4種類ありますのでしっかり覚えておきましょうクエスチョン5色彩について色を混合する成分が増えれば増えるほど暗くなる混色のことをクエスチョンというクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい 1, 1下方混色2減法混色3中間混色正解は2の減法混色ですちなみに下方混色は混合する成分が増えるほど明るくなっていく混色です中間混色は混色された色が元の色の中間の明るさ 面積に比例した明るさであることを言いますこちらも言葉で説明するのはとても難しいのですが例としては編み物や織物であったり2色以上の色が塗られたコマあれをですね回転させた時に見られる様子色のことですねこれを中間混色と言いますクエスチョン6色相について24色相を基本とし 明度は9段サイドもすべての色相において9段階としている配色体系を何というか1マンセル漂色系2オストワルト漂色系 3PCCS 正解は3の PCCS ですねちなみに PCCS は日本 権配色体系のことですこれ読み方がちょっとわからないっていう方もいると思いますので、えー、下に書いておきましたクエスチョン7車椅子のための高さ寸法基準について車椅子利用者が使用するベッドの高さはクエスチョンにするのが望ましいクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1 三百から三百五十ミリ二、四百から四百五十ミリ三、五百から五百五十ミリ正解は二の四百から四百五十ミリですちなみにバリアフリー関連などこれらは数値をですねしっかりと覚えておく必要がありますクエスチョン八。 マンションリフォームについて区分所有法において専有部分と共有部分共用部分専用使用部分と分けられているがバルコニーはクエスチョンに該当するのでリフォームができませんクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1専有部分2共用部分 3専用仕様部分正解は3の専用仕様部分になりますちなみに専用部分とは主に住戸内の床であったり壁天井の躯体部分を除く箇所となりますそして玄関扉の上であったり玄関扉の室内側の部分 なので室内側に、えー、例えば塗装をするとかそういうのは OK ということですねはいそして共用部分ですねこちらはもうイメージしやすいと思いますが、まあ、マンションそのものの躯体のコンクリートであったり、えー、廊下エレベーターなど、まあ、多数ですねこちら共用部分ですクエスチョン9樹脂材料について照明器具のグローブなどにも使用され 透明で耐熱性衝撃性に優れた樹脂は以下のうちどれか一ポリカーボネート樹脂二フェノール樹脂三エポキシ樹脂正解は一のポリカーボネート樹脂となりますちなみにこれは2019年に実際試験で出題されているものとなります クエスチョン10家具に使われる帳板について飾り棚などに使用し扉の上端と下端に取り付ける帳板は以下のうちどれか1ピボット帳板2アングル帳板3スライド帳板正解は1 のピボット長板になりますアングル長板というのは羽の形が L 型の長板でかぶせ扉などに主に使われますスライド長板はシステムキキッッチンのキャビネットなどに使われますスライド長板が答えの問題はですね割とサービス問題になると思いますので例えばキッチンのですね「キャビネット」というような単語が出てきたらもうスライド長板を疑ってください。 クエスチョン11、ウィンドウトリートメントについて水平ラインが特徴で、スクリーンを折りたたんで昇降させ、障子のような雰囲気があるウィンドウトリートメントは下記5群のうちどれか1、オーニング2、プリーツスクリーン3、パネルスクリーン正解は 2のプリーツスクリーースクンとなりますオーニングというのはテラスなどに取り付ける日よけの布となりますねパネルスクリーンは布地を張ったパネルをレールにすり横にスライドして開閉できる機構を持たせたものとなりますクエスチョン12観葉植物についてユッカは多肉植物で日光を好み水は 蜂が乾いたら与える程度でいいクエスチョンの仲間であるクエスチョンに当てはまる語句を以下より選びなさい流正解は2の流となりますこちらも実際に2018年に出題されております クエスチョン13ローマンシェードのスタイルについてスワックを1本の紐で裾の中央から引き上げ優雅となるスタイルは下記のうちどれか、1. バルーーーーン、2. プレーリー、3. ムース正解は3のムースです。 ちなみにバルーンは引き上げると裾が丸くなっていくスタイルとなっておりプレイリーはシェードを引き上げるるとに草原ののさざ波のようなな起伏が生じるスタイルとなりますローマンシェードの特徴はそれぞれ覚えておきましょうクエスチョン14ドマコンクリートやコンクリートスラブ状に大引きや根太を直接乗せて固定した床をクエスチョンという。 クエスチョンに入る語句を以下より選びなさい。一、転ばし床二、組床三、合唱正解は一の転ばし床になります。ちなみに組床とは、針を交差させて組み、その上に根太を置く床組となります。 合硝は厚さ 24mm から 28mm 程度の構造用合板を梁のすべてに 150mm 間隔で直接打ち付けた床でとても丈夫な床となります。クエスチョン15日本の木造建築について柱と敷居柱と鴨居が取り合うところは一般的に クエスチョン収まりとすることが多い。クエスチョンに入る語句を以下より選びなさい。一面内、二つらいち、三面中。正解は一の面内となります。和室造作において最も一般的な収まりが面内。 ですクエスチョン16造作材の接合部について材の端部を45度に切断して合わせる方法をクエスチョンというクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1角柄2抜き3止め 正解は3の止めとなりますちなみによく出題される角柄は一方の部材を突き出してその端っこの部分にもう片方の小口を合わせる仕口となりますわからない方は画像検索などしてみましょうクエスチョン17ダイニングテーブルやカウンターなどに無垢材を使う際 木材の乾燥による変形を防ぐための方法としてクエスチョンを使う方法があるクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1フィンガージョイント2スイーツきざん3合いかき正解は2のスイーツきざになります ちなみにフィンガージョイントは継手の一種無垢材を利用した椅子などでも見られますこれ実際によく見られますねギザギザの形になっていますので見たらすぐに分かります合いきは材の双方を同じ形に切削して組み合わせる方法のこととなりますクエスチョン18設計図書について部屋の全ての壁面仕上げの 見積もりをする際に不可欠な図面は平面小サイズとクエスチョンであるクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1断面図図図展開図3金ばかり図正解は2の展開図になりますちなみに断面図は 建物の垂直方向の寸法を表す図面となり金ばかり図は建物の断面小サイズとなりますクエスチョン1 9ニレ化の広葉樹で核から建築材まで幅広く使われ強靭かつ狂いが少なく美しい木目を形成する材を火器より選びなさい1欅 2檜3楠キ正解は1の欅となりますちなみに檜はもう針葉樹なのですぐわかるかと思います楠キはこちら広葉樹なのですが木造彫刻などに主に使われるそうですクエスチョン20普通レンガのサイズは 長さ 210× 幅 100× 厚さ 60mm が標準でありこの縦半分のものをクエスチョンというクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1・羊羹二お2・お三3・芋正解は 1の羊羹となりますちなみに標準普通レンガのことをお生と言います芋は目地で使われる用語となりますねはい今回も20問を作成してみましたがいかがだったでしょうかまあ、前回のものと合わせるとですねもうすでに40問となりますのでまた忘れた頃にですねご覧いただいて自分の学力を確認してみてください そして、この動画の冒頭でも言いましたが、今回の出題したスライドはフリーダウンロードできるようにしておきましたので、よければ概要欄よりダウンロードしていただいてお使いください。それでは今回の動画は以上となります。皆さん試験勉強の方、コツコツと頑張っていきましょう。インテリアコーディネーターサロンでした。ありがとうございました。